ジョン・ウィリアム・カミングスことジョニー・ラモーンはアメリカ人のミュージシャン、パンクロックバンド、ラモーンズのギタリストとして、結成時から解散までリーダーとして活動した。身長は6フィート。これはジョニー直ツのインタビューによるものである。バンド解散後はほとんど活動しないまま、2004年に前立腺がんのため没した。遺体はダビに付され、 ハリウッドのハリウッドフォーエバー墓地の D.D. ラモーンの墓の近くに建てられ、銅像のついた記念碑に埋葬された。記念碑には、ビンセント・ギャロラ友人のメッセージが刻まれている。2003年、ローリングストーン氏選定の歴史上最も偉大な100人のギタリストで第16位にランクされ、2009年にはタイム氏選定の10人の偉大なエレキギター奏者の一人として取り上げられた。 2011年、ローリングストーン史選定の歴史上最も偉大な100人のギタリスト、改訂版では第28位にランクされた。後の UK パンクやスラッシュメタルに多大な影響を与えたダウンストローク一辺倒の高速バレーコード弾きが特徴であり、後期はオルタネートピッキングを交えてさらに高速化していった。この高速さは、 自身のテクニックの荒隠しだったとも言われ初期のギグは約24分で12曲以上を演奏していたと言われるまたソロらしいソロを一切弾かないなど技術に走ることなくシンプル極まれない唯一無二のギタースタイルを貫き通したこのようなお世辞にも技巧派とは言えないスタイルながら今現在も評価を受けているのは当時プログレ系ハードロックの流行により高度な技術を 必要としていたロックを簡素で明快な若者の音楽として取り戻し、世界中のロックキッズが音楽を始めるきっかけを与えたという功績が最大の理由とされる。ありがとうございます。